のゴールデンウィーク、一番最初にやってくる祝日は何？指を英語で言うとフィンガー、では爪を英語で言うと何と言うでしょう？世界遺産にも登録されている。総延長が 8000km をも超える中国の遺跡は何？オリンピックが開催された国といえばどこ？子供の時は背中に白い線があることから別名ウリボウと言われる動物は？ビリヤードで球を突く棒のことを何という？指でボタンを押すことで、コンピュータに文字を入力する装置のことを、カタカナで何と言うでしょう？花札は全部で48枚です。ではトランプは、ジョーカーを除くと全部で何枚でしょう？1989年に壊された東ドイツと西ドイツを分けていた壁といえば？エジソンが最も大事な部分に竹を使って完成させた発明品は何？ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録をよろしくお願いします。